先日、クッキーランのことを全くつぶやかない、うつ主のツイッターに、こんな質問が届きました。どうやらクリスタルの使い先についてのようです。これはちゃんと答えてあげなくちゃですね。しかし答えるのは私ではない。そう、パンケーキちゃんだ。というわけで始まりました。パンケーキくんちゃんの、クリスタル授業。早速パンケーキくんを呼んでみましょう。パンケーキくん。なーに、まんじゅうの姉ちゃん。今日はパンケーキくんに、先生になってもらおうと思います。勉強は苦手だよ。そっか、無事にできたら、どんぐりゼリーあげようと思ってたんだけどな。僕どんぐりゼリー大好き。先生やるよ。じゃあ早速この文章読んでくれる。クリスタルの使い先は、主にこの3つのガチャ、だけど、ショップで、コインと交換したり、魔法材料とも交換できるよ。そうだね。アメレベル上げようとして、魔法材料にクリスタル溶かすのは、あるあるだね。そうなの。大人の世界のお話だよ。とまあ、使い道はたくさんあるけど、ガチャ以外に使うのは、初心者のうちは厳禁だね。ガチャの中でも、クッキーとペットはレベルがマックスになれば、かぶりは出てこなくなるから、クッキーとペットを優先、するといいね。早く僕を強くしてね。パンケーキくんは、そこまで強くないから、後回しだね。ひどいよ。じゃあ兄ちゃんはどう？ロールケーキくんは、もっと弱いね。しょぼーん。というように、強いクッキー弱いクッキーはあるので、優先して引くクッキーは、考えた方がいいかも。無難なのは最新のクッキーをピックアップすることだね。古いクッキーをわざわざピックアップするメリットは、無に等しい。無に無に。マイレージだけど、やっぱりレジェンドクッキーと、交換したいね。今はパインと海の精霊が強い。海の精霊のペットと交換するのもありだね。ちなみにクッキーとペットのマイレージは、共有されてます。別々だと思ってた私のような人は、注意してね。質問された内容については、しっかりと答えられたと思います。なので、ここからは、個人的に効率の良さそうなことの、紹介を、パンケーキちゃんとしていきたいです。わーい。こちら、ご覧ください。海に潜ってた二人だね。そうじゃなくて、競技画面の左下。これをタップすると、ゴールド宝箱が引けます。こちらなんと時間が経つと無料で引けて、待たなくても、クリスタルを使えば、1日5回まで引けます。そして内容が豪華で、スーパーレア5体と、ポーション1つもらえます。クッキーガチャはクリスタル2900個で SR40 体。ゴールド宝箱はクリスタル2900個使って、29回ヒット、SR は145体です。SR の数だけ見ても差はすごいですが、ポーションも29個ついてくるので、さらにお得です。ただこちらはピックアップがないので、昔の弱いクッキーやペットがたくさん出ます。なので余裕のある方向けにはなってしまいますね。ダイヤの使い道は、人それぞれなので、初心者さんはガチャを引いておけば正解です。中級者さんはゴールド宝箱を引くといいです。そんな感じで、今回の動画は終わりたいと思います。パンケーキくんは途中で寝ました。ではでは、おやすみなさい。